日米での対戦能力は世界でもトップ。それもかなり引き離しての能力です。では、今回、中国原子力潜水艦について詳しく見ていきますね。潜水艦としての任務ができないとは、やはり海上で国旗を上げるのが理解できます。あまり公にはされないことですが、日本の潜水艦任務は世界一とも言われているそうです。日本もですが、アメリカの対潜能力は世界でもトップクラスです。一例ですが、1998年、平成10年のリムパックで海上自衛隊の潜水艦はやしおがアメリカ艦隊も含めた全艦隊を全滅させたというエピソードはご存知でしょうか。リムプクというのは環太平洋合同演習のことで、アメリカ海軍の主催によりハワイの周辺海域で実施される各国海軍の軍事演習です。ですから全滅させたといっても実際に戦ったわけではありません。念のため、この1998年のリムプクには日本の他に韓国、オーストラリアも参加しました。韓国は日本の能力にびっくりしたのではないかと推測します。さて、軍備拡張に忙しい中国、近年力を入れている潜水艦の建造と見受けられますが、まだまだ日本やアメリカにはその性能は及ばないということです。潜水艦の精度を急激にアップすることはできませんし、それぞれの艦に特徴的な音紋を持つ潜水艦はその音紋でどの国籍かがわかるそうです。中国は特にわかりやすい特徴がありすぎるので、側身元がバレると言われています。今回は中国潜水艦だけでなく日本の潜水艦事情についても詳細に見ていきたいと思います。2020年令和2年6月、鹿児島県奄美大島沖の日本の接続水域内を潜航する中国海軍所属と推測される潜水艦を海上自衛隊が発見し追跡する事態となり、大々的に報じられました。国際法上、外国籍の艦艇が他国の接続水域を潜航したまま航行するのは禁止はされていません。しかし、当外国との無用な衝突を防ぐため、通常はそうした行為をあえて行うことは大抵の国は控えているというのが現実です。ここで海域について説明しますね。ある国の領土から22km先までの海域が定義上領海ということになります。そこからさらに 22km 先までが接続水域であり、その外側が排他的経済水域とされています。接続水域はいわば中間の海域ということです。この中国海軍のものと思われる潜水艦が日本の接続水域を潜航した目的を推理してみると、最も合理的な解釈と思われるのは、中国海軍が自分の能力を試したということです。中国海軍がすでに就役させている潜水艦は原潜から通常型まで合計60隻以上と推測されます。この中国海軍が日本側の能力を
探ろうとした可能性が非常に高いと思われるのです。しかし、中国側の予想をあっさりと裏切ったのが海上自衛隊です。中国の能力をはるかに上回る海自は、自慢の対潜哨戒機や護衛艦を投入して、この潜水艦の動きを簡単に探知してしまったというのが、実情だったのでしょう。無論、あの忠告ですから、失敗したことを公表するはずはありません。ですから、真相は確かめる術もないのですが、一応国籍不明の潜水艦ということで、日本政府が探知したという事実のみが、記憶に残ったということになりました。日本が中国潜水艦を発見できたということは、日本が中国より軍事的に勝っていると考えるのは、早計と言えましょう。潜水艦、水上戦闘艦の総数を比べると、日本は劣勢ですからね。質より量とだけは言えませんが、数の多い方が有利です。2020年、アメリカ大統領選挙があり、対中国超強硬派だったトランプ氏に、勝利したバイデン氏が大統領になりました。この政権以降を、見計らったように、中国は台湾や尖閣諸島方面に向けて軍事的圧力を、ますます増大させています。危機感はむしろ高まったと言っていいでしょう。中国が敵視したのは日本や台湾だけではありません。アメリカも例外ではありません。2021年1月、フィリピン沖を航行中のアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトを中心とした空母打撃群相手に戦闘機や爆撃機を向かわせるという行動に出たのです。一説では、セオドア・ルーズベルトを目標とした対艦攻撃の模擬練習で、中国軍の訓練だったとも言われています。もちろん、アメリカには、連絡なしの行動でしょう。実戦にならなかったのは幸いですが、もしアメリカ側から、攻撃されていたら、どんな状況になっていたのか、想像すると嫌な気分になりますね。中国にとっては格好の練習台ということだったのでしょう。一つ一つの航空機や兵装では劣勢と見られてきた中国軍が自信をつけてきたという証拠かもしれません。力をつけてきた中国海峡局は、日本の領土である尖閣諸島付近に出没し、何かと紛争の種をまいています。なんとも迷惑な海峡局ですが、今やアメリカの沿岸警備隊以上の世界一の艦艇保有数を持っています。もはや、日本の海上保安庁では対峙するのは厳しいほどの、準軍事組織と化しているのです。中国がその気になれば、尖閣諸島への上陸は至って簡単でしょう。日本も、万一に備えて陸自に水陸機動団を発足させましたが、一度中国軍に上陸を許してしまったら、島の奪還は非常に難しいものになることは、容易に想像できます。海自の対潜哨戒能力は高水準レベルにあります。しかし中国のように、数に物を言わせて侵攻された場合には、防ぐことができるのかは、
非常に不安の残るところです。質の良い艦艇が一隻あったとしても、何倍もの粗雑な艦艇に攻撃されれば、沈んでしまうこともあるでしょう。個人的な連想ですが、太平洋戦争末期の戦艦大和のことを思い出しました。言うまでもなく、日本も中国も近代的な海戦の実戦経験はほとんどありません。だからこそ、歴史的事例を研究していると噂され、その事例というのは、1982年、昭和57年のフォークランド紛争と推測れています。フォークランド紛争というのは、イギリス領であるフォークランド諸島をアルゼンチンが吸収し、一度は占領したのですが、イギリスが奪還し、終了した戦争でした。当時のイギリス首相は、マーガレット・サッチャー氏でしたが、鉄の女にふさわしく、冷静に戦況を進めました。中国は、この時アルゼンチン側を支持していた国の一つでした。その理由の、一つとして、香港返還が控えていたことがあったため、香港の主だった。イギリスに対して強硬姿勢で対応したようですね。フォークランド紛争から20年以上、サッチャー氏も奇跡に入りました。2000年代に入った今も、アルゼンチンはフォークランド諸島の領有を目指しているそうです。この動きにも中国は同意を示しています。アルゼンチンは南シナ海の中国領有を支持しているそうですから、2つの国でお返しのつもりなのでしょうか。両国の利害関係の結びつきは強く、アルゼンチンが中国から輸入する戦闘機や歩兵戦闘車などの量は拡大し続けています。現在のイギリスで、菅、仮に、今、フォークランド紛争が再発したら、中国からの兵器を調達し、増強されたアルゼンチンの軍事力に、勝利することは、かなり難しいだろうと認めているそうです。飢餓の力を冷静に分析しているようですね。この辺に、ヨーロッパという、他国と強く結びついて生き抜かざるを得ない国の底力を感じてしまいます。